こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいて大型アップデート実装後にこちらの3月14日のリリース情報ということでフォーラムが更新されていまして、 まあ、アップデートの注意点ですね。まあ、めちゃくちゃね、結構重要な注意点も追加されていたりとか、あと今後の予定も公開されています。で、あとは、まあ、これはまとめて触れるんですが、3月14日追記分っていうことで星のね、調整について追記されているっていうのと、あとこちらですね、新たな不具合が4つ追加されていますので、こちらをまとめてご紹介させていただこうかなと思います。 早速本題に入っていくんですが、こちらですね、3月14日リリース情報ということで、今回はバージョンのね、更新とかっていうわけじゃなくて、リリースのインフォメーションになりますので、別にね、アプリの更新とかはいらない情報になっています。まあ、すでにね、反映されている内容の注意点を含んだ更新と、まあ、一応今後のね、予定を公開されている内容になっていまして、 まず今回の大型アップデートでの追加調整変更された主な機能ですねっていうのが一応まとめて書いてあります。で、まず一つ目なんですが、もうこれがね、めちゃくちゃ重要だと思っていましてえ、まず生態系エリアに関する変更を行いましたっていうことになっています。で、 これがどういうことかっていうと、まだね、検証がそこまで進んではないんですけども、生息地のエリアですね。今までは沼地森林砂漠っていうのが、まあ、3日周期でね、回っていて、同じ場所で変わることがなかったんですが、今回からこの3つのエリアの配置っていうのが変わっています。で、ね、これに関しては今ちょっとね、データを集めてまた法則性っていうのは見つけようかなと思っているんですけども、一応分かりやすいのがこちらですね。これ検証用に一応録画していた今日の朝9時にね、入れ替わる瞬間のマップの録画になる んですけども今まではここ一体ですねすべてが砂漠で設定されていましたでこれの更新を見てみるんですけど ここね、今ね、砂漠一面ですよね。全部砂漠なんですが、朝の9時リセットになった瞬間、こんな感じですね。一部だけ砂漠を引き継いで、他が沼地とあと森林にね、変わるっていう、まあそもそも分割の仕方すら変わっているっていうね、マップの調整が今回入っています。で、これに関してはおそらく不安定エリアの実装ですね、に伴って、まあそれでね、いろいろ変わってるんだとは思うんですけども、まあ結構ね、今までの法則が追用しないというか、今までやっていたルート決めっていうのができなくなっていますので、 ま、これはね、かなり大きな変更だと思います。で、次に二つ目ですね。二つ目がシーズン制が開始しました。シーズンストーリーを進行し、緊急クエストをクリアすることによって、一部の大型モンスターがフィールド上に新登場、または再登場しますっていうことで、今まででいうメインストーリーですね、あの何周もすることができていたやつが、もう二周目以上に進んでいた人は全員ね、シーズンストーリーっていうものに、 切り替わっってててていいまして、まあ、それを進めていくこととにによってツイツイ役とかオドガロンが通常マップにね今はあくまでイベント対象として湧いているだけなんですが、まあ、大量発生イベントが終わった後も湧くようになったりとか、あとは一部の大型モンスターがフィールド上に再登場ですね、しますっていうのは、アッシュモンスターですね、ディアブロスアッシュ、リオレイアッシュ、リオレイスアッシュが、緊急クエストをね、クリアすることによってマップにね、出現するように今回から変更されています。 で次に3つ目ですね。3つ目が、ストーリークエストの周回と難易度の解放に関して変更がありました。詳細はこちらのお知らせをご確認くださいということで、まあ、これもね、結構重要な注意点が追加されています。 で、まず、ここの難易度の変更方法について触れておくんですが、こちらですね、モンハンナウのアプリ内の設定に飛んでいただくと、このアカウント削除の1個上ですね、まあ、いつもアセットダウンロードしてると思うんですけど、その下のところに緊急クエスト難易度を下げるっていうボタンが追加されています。で、僕は今回も難易度変更を行っているので押すことができないんですが、まだ下げていない方は、ここをね、押すことによって、一応難易度をね、下げることができるようになっていますので、もしね、難易度下げる方法わからないっていう方は、ここからね、難易度を下げていただければと思います。一応 下げれるのは星1つ分のみになっていまして緊急クエストの難易度が例えば今星10だった人に関しては星9に下がりますし星9だった人は星8に1個分ね下がるっていう感じになっていますで一応これに関してもまあ念のためねマップを録画回してみてみたんですけどもここを押したからといってフィールドのモンスターの星の数っていうのは下がったりしませんのであくまで緊急クエストのモンスターの星の数だけ下がるっていう風に思っていただけるといいかなと思いますであとは先ほどのねこちらですね設定緊急クエスト難易度変更といえ ま、注意点ですね。ナイアンティックサポートページ見ていくんですけども、まあ、結構ね、重要なことも書いてありまして、まず、緊急クエスト難易度変更とはっていうことで、シーズンストーリーの緊急クエストの難易度が星7以上の場合、そのシーズンストーリーをクリアするまでに1回のみ、緊急クエストの難易度を1段階下げることができますっていうことなので、まあ、大前提として2周目の人はこの機能を使えなくて、3周目扱いですね。まあ、星7が解放されている人に関しては、その人から一応今回ね、緊急クエストの難易度を下げるっていう設定ができるようになっています。 で注意点として、本機能で現在フィールドに開放されているモンスターの難易度を下げることはできませんっていう、これはね、先ほども触れたんですけど、フィールドにいるモンスターの星の数には影響しませんっていう内容ですね。 で、次に、一度下げた難易度を元に戻すことはできません。また本機能を利用した場合、シーズンストーリーをクリアした後も、フィールドに出現する大型モンスターの難易度は維持され、一段階上がることはありませんっていうことで、まあ、要はどういうことかっていうと、これを使ってね、まあ、正直楽に星の数上げたりとか、周回数の調整できるかなとも思っていたんですけど、まあ、それはできないみたいですね。まあ、例えば、ストーリー3周目から4周目に進めたいから、3周目の難易度を下げて早くクリアして、4周目に突入しようとした場合は、もう1回 3週目が始まるっていう風になっていますなので、要は、3周目で星7でね、早く星8を解放したいから、難易度を下げてバーってクリアして、次の周回数に行ったとしても、下げた分が戻るだけになってしまうので、4周目の解放っていうのができないんですよね。まあ、星8の解放ができないっていう風になっています。なので、ま、例えば3周目の人が星8をね、解放したくて4周目に行く場合は、しっかりね、もう自分の今の難易度でクリアしないと、次の周回数に進めませんので、ここはね、注意しておかないと、知らずにやるとね、1周分多めに 回さないといけなくなってしまいますのでそこは注意をしていただければと思いますで、あとはもうここに設定方法書いてあるんですけどこれはねさっきご紹介した通りアプリの設定内から変更ができますで、よくある質問ですねまあ、ここにも書いてあるんですが現在緊急クエストのモンスターが星8の難易度となっていますが討伐が難しいため星6の難易度に下げたいというは、まあ、2つね下げたいっていうのはまずできませんよっていう返答になっています で次に、難易度を下げる機能を利用してシーズンストーリーをクリアした場合、クリア後に解放されるモンスターの難易度はどうなりますかっていうのに関しては、先ほどもご紹介した通りですね。難易度を下げる機能を利用後にシーズンストーリーをクリアした場合は、フィールドに出現する大型モンスターの難易度は今までと変わりません。さらに、星8の難易度をモンスターが解放されている状態で、 緊急クエスト難易度変更機能を利用した場合、シーズンストーリーをクリアした後にフィールドに出現するモンスターは引き続き星8の難易度のモンスターが最高となりますっていうことなので、まあ要は先ほどもねお話しした難易度を1個下げて早く周回して次の周回数に進めようとしてもまた同じ周回数相当に戻りますよっていうことが書いてあります。で、次にこちらですね。まあこれがちょっと文章がわかりづらいって方も多いと思うんですけど、難易度ををを下げる機能を利用ししてシーーーズンスストトーリーをクリククアした場合次の周回の緊急クエストに出現する こここがね、ちょっと厄介で、難易度が上昇しますが、再度難易度を下げる機能を利用できますっていうことで、これ、要はどういうことかっていうと、例えば、4周目の人ですね、っていうのは星8が出ていると思います。で、それでクリアして、次の周回数に入った場合は、 難易度が上がるっていうのはあくまで8から7に落としたものがもう一回8に上がりますよっていう、まあ戻りますよっていう意味になっているので、またそれを難易度下げれば星7でね遊べますって感じなので、まあそこをね維持できますよっていう意味になっています。なので、まあここはねちょっと日本語がわかりづらいというか、まあ説明がわかりづらいんですけど、まあ要はね、難易度が上がるっていうのは下げた状態から上がるイコール戻るっていう意味になっていますので、そこはね注意をしていただければと思います。で、あとは最後にこちらですね、難易度を下げる機能を有効にせずにシーズンストーリーを クリアしましまたフィーールドにに出現する大型モンスタのの難易度はどのようなので、まあ、難易度を下げずに星7のモンスターが解放されているシーズンストーリークリアしたら星8がね、解放されますよっていうのは、これはいつも通りですね、の内容になっていますので、まあ、要は、難易度を下げてね、クリアした場合っていうのは、周回数自体は1周分ね、実質進むんですけど、マップであったり緊急クエストは、1周分進むわけではなくて、元に戻るって感じですね。下げた分が戻るだけなので、 まあ現状維持になってしまうっていうのは注意をねしていただければなと思います、まあ、これに関してはね逆にいいって人の方が多いと思うんですけど一応ね周回数進めるときに楽することはできないのは注意ですねっていうのが3つ目の内容になっていきますで続きまして4つ目ですね4つ目がハンター画面にギルドカードを追加しましたギルドカードには新しいカリドメダルを登録できるほか現在の装備のアイコンが表示されます ギルドカードはフレンドにも公開されます。表示をオフにすることはできませんっていうことで書いてありまして、一応こちらですね、自分の設定開いていただくと、この右側に表示の上ですね、ギルドカードっていうものが追加されています。で、 これを押していただくと、まあ、こんな感じでね、ギルドカードを開くことができるようになっていまして、このペンのマークですね、まあ、足の装備の下ら辺にあるんですけど、これを押していただくことで、自分でね、カリウドメダルを登録することができますので、これでね、お気に入りのカリウドメダルを3つね、ギルドカードにくっつけることができるようになっています。なので、まあ、そういったね、ギルドカードが今回追加されていて、これに関してはね、フレンドに対して非公開にはできませんよっていうのが一応書いてありますね。 で、次に5つ目なんですが、5つ目が新しいコンテンツに対応するカリウドメダルや、大連続資料へ参加することで獲得できるカリウドメダルを追加しましたっていうことになっていまして、これ注意していただきたいのが、参加回数はシーズン1開始後からのカウントとなりますっていうことで書いてあります。で、実際にちょっと見ていくんですけども、え、こちらですね、見ていただきたくて、大連続資料メダルっていうものが今回からね、追加されています。ただ、 これに関しては、今までの大連続のカウントっていうのは引き継いでくれていなくて、あくまで大型アップデート以降に遊んだ回数からね、カウントが始まりますので、ま、あこれはね、結構大変だと思います。ま、あ今までの分をね、引き継いでくれてるならば結構いいんですけど、ま、あ特に人王が作り終わってる人とかはね、もう大連続資料やる意味っていうのがほとんどなくなってきているので、ま、あここの回数稼ぐのがね、結構大変にはなってるのかなとは思います。っていうのがこちらの内容ですね。で、次に7つ目ですね。7つ目は、現状星7のモンスター が解放されている人のみ対象なんですがまあ、シーズンストーリーの緊急クエストの難易度を下げる機能を追加しましたこの機能を利用することでその周回の緊急クエストの難易度を一つ下げることができるほかシーズンストーリーをクリアした際フィールドに解放されるモンスターの難易度を維持することができますっていうことでまあ、フィールドに出現する大型モンスターの難易度を下げることはできません本機能の詳細は必ず FAQ をご確認くださいというこれはねさっき触れた内容ですねがそのまま書いてあります で次ですね。次も結構重要というか、ジムに関わってくるところなんですけど、シーズンパスプレミアムプランの販売を開始しましたっていうことで、 シーズン1のシーズンプレミアムプランの交換に必要なジェムの数はシーズン開始特別価格となります。シーズン2以降のプレミアムプランに関しては交換ジェム数が未定ですっていうことで、一応今回ね、1000ジェムでプレミアムプラン買うことができるんですけど、今回はね、特別に1000ジェムで売ってくれてるみたいで、今後はね、値上げする可能性があるのかなとは思います。これね、未、ま、定、あ、いては書いてあるんですけど、一応今回がね、特別価格ですよって書いてあるので、まあ今回が特別価格で次の方が安い くなるっていうののは考えづらいので、多分、ね、値上げされるとは思いますで次が新機能の FAQ が公開されましたっていうことで、まあいろいろ書いてあるんですけど、これね、まあ基本的にはもう触れている内容であったり、あとまあチャージアックスの FAQ とか、まあそういったのが出ています。で、あと生息地不安定エリアの FAQ に関しては、 あの、不安定エリアがね、ランダムで湧きますよとか、そういったのが書いてあるぐらいなので、まあ、そんなにね、重要な情報は読んだんですけど、なかったですね。で、あとは、今後の予定なんですが、これが1点のみですね。大連続資料で資料に成功した場合に獲得できるシーズンティアポイントは、今後のアップデートにより20ポイントになる予定です。変更までお待ちいただけると幸いですっていうことで、確か今10ポイントになってたと思うんですよね。まあ、それが、まあ、大連続資料の場合は2倍になりますよっていうのが書いてあります。っていうのが、まず今回のね、リリース情報になりまして、結構ね、重要な情報。 方も追加されてましたね で、続きまして、3月14日の追記文について触れていくんですが、この追記に関してはこちらですね。えー、新新図開始に伴いまして、設定緊急クエストの難易度変更のサポート記事を公開しましたっていうことなので、これも先ほど触れた内容になっています。なので、まあ、それだけね、追記されてるって思っていただければ大丈夫なので、まあ、改めてね、また全部読み直す必要。僕も一応全部読んだんですけど、他は追加がなかったので、まあ、ここはね、過去の動画で見ていただいている方とか、理解している方は読まなくていいと思います。で、続きましてこちらですね。今回 現のアップデートに伴って不具合もね4つ追加されていますので最後にこれをまとめていきますでまず1つ目ですね1つ目がギルドカードの狩人メダルが正しく表示されない場合があるという不具合が現在発生しています これに関しては内容はギルドカードのカリドメダル詳細について進捗が0と表示されたり変更直前のカリドメダルが表示される場合がありますっていうことなのでまあこれ大変ですよねトラッカーメダルとか設定している人はトラッカーメダルあの歩いた距離ですねが0なのに他のやつが進んでるみたいな意味がわからない表示になる可能性もあるので一応これはね現状不具合なのでそれは注意していただければなと思います で、ステータスに関しては修正中となっていまして、カリドメダル画面を開いてから、再度ギルドカード画面を押し、開き、確認することで正しい表示に切り替わりますってことなので、まあね、もう一回ね、読み込み直ししてもらえれば表示は直るみたいですね。で、続きまして二つ目なんですが、二つ目が重ね着イセットの名前が変更できないって不具合になっていまして、重ね着イセットの名前を入力し、確認をタップしても反映されませんっていうことで、これはバージョン73のアップデートで修正予定になっています。で、一応これについてもね、お見せしておくと、 この装備の下にね、今回から重ね着っていうボタンが追加されています。で、これを押していただくと、まあ、こんな感じでね、今僕がこの重ね着で使ってるんですけど、この足装備の上ら辺ですね、にペンのマークがついてるのがわかると思います。で、これを押していただくと、まあ、こんな感じでね、名前入れてくださいっていう風になるので、まあ、今回適当にね、ちょっと入れてみます。で、これで今ね、入力が完了したんですけど、これで確認ボタンを押しても、デフォルトから変わってないですね、名前が。 あこの頭装備の上に名前書いてあるんですけど、デフォルトから変わっていないので、まあ、これが変わらないっていうのが現在ね、不具合となっています。で、これに関しては次回のね、バージョン73で修正されるので、ちょっとね、まあ、気長に待っていただければなとは思います。で、次に三つ目ですね。三つ目が、列傷状態でスキル根性が発動しないっていうね、また根性絡みの不具合が発生していまして、 内容に関しては烈焼状態における通常ダメージと烈焼ダメージの合計によって発動条件を満たした場合スキル根性が発動しませんということになっていますおそらくねこれ内部的に2回攻撃を受けてしまったみたいな多分判定になっていると思うんですけどこれはね修正中となっていますのでまあ、烈焼を付与してくるのが現状オドガロンのみなのでオドガロンに対してね根性を使うっていうのはまあ現状あんまり考えられないんですけどまあ、やる場合はね注意をしていただければなと思います最後に4つ目ですね4つ目が双剣使用時烈焼ダメ ダメージが蓄積しないいっていう内容になっていまして内容に関しては双剣を使っている間裂傷状態における裂傷ダメージが回避アクションで蓄積しない場合が ありますっていうことになっていまして。まあ、これはね、ユーザー有利側ですね。双剣を使ってれば、烈車ダメージのね、烈車蓄積が入らない場合があるっていう内容になってて、これは修正中となっております。ということで、今回はちょっとね、長くなってしまったんですが、えー、今回アップデートのね、注意点であったり、あと新しく追加された不具合についてまとめてご紹介させていただきました。これからもモンハンナウの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ